なね。うん。まあ、またよくそうでしょ。からしはあるのに、どっさり。あ、リンゴね。ありがとう。で、帰ってくる気ね。はい。帰ってくるじゃない。あ、祭ってないのよ。あ、そうだわ。まあ、綺麗な。こういうのを買わないかない。綺麗なの？これね、光沢があるの。うん。ひすぼったようなのは絶対変わる。ひすぼったってどういうこと？ここ、修復水分だよな。火が立つということ。これ新しいわ、ほら。そういう目を自分が作らんでか。目を持たん。いらっしゃるの。これ。おいしいだね。うん、おいしい。カリカリやけど大丈夫かね。おいしいシラスが。カリカリやけど大丈夫。これだけ切っちゃおうか。うん、ネギも生姜も買うてくられんで、はい、ネギ、生姜、からしは買うてくられんで、はい、生姜もあるき、おらないか。あったかいね、やっぱり。古いよ。うん、俺暑いけど。おばあちゃんは言葉の寒がりやね。うん、そうやね。言われるみんなに。うん、こんな太いの。おばも一回、あろうとくね。はい。どんな日だろう。美味しいのね、ネギ。新鮮そうな。甘みがある。うん。やっぱ。ネギ丸かとくつった、ちょっと。うん。オーバーやめてね。今度からちっしゃがあるき。いや、ちっしゃじゃいかんじゃん。オーバーはオーバーやから。これは本当に綺麗な、ほら。うん。混ざり気がないっていう。ちょうどその10枚分ば包丁ってよかったね。いや、それ10枚が入ってるのやき。うん、一ケースでね。お腹すいた。お正月あんたってお昼何食べた？食べてないじゃ。だからまあ、いや、早いお湯さんでしたんで、あ、それもぬくめんってかね、グラタン。ぬくめんついたね。うん、グラタン。なかなかすぐできるね。うん、どんな器入れる？ちょっとあの昨日学習したけど、広めの器の方が良かったことない。これ入れろ。うん、そんなのがいいかもしれん。これを。ほんとはこんじゃろ？うん。ちょっとしてあげよう。これ入れてね。はい、これ見て。あ、名前書いちゅう。これ何？柴原さんの作ったカットわかめ言うて、これなんかね、ナルトのわかめやって、うん、それをね、ご飯に混ぜる分だけ取って、はい、これよく入れたらええよ。うん、全部よく入れてもねえかな。乾燥わかめ、これが出ようない見て。いや、わからん、全然。こんな真っ黒いほど入れてもいいの？うん、いいと思うで。これで問題。そうだね。乾燥わかめ細かく砕く。これ以上は砕けんだね。うん。まあ細かく砕けれとったらいいんじゃない。ねえ。うん。どん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 叩いたらこれいると思う。それどうなんそれ。危なくない？電気使おうや。また危ないバーチャルある。それ危ないの、やめなさい。これでええの？うん、本
テイスト。うん。これ味がとり中がお味が。何に？わかめ。醤油と酒をちょっと入れて柔らかくするとわかめを。はい。お酒？うん。見せて。お酒。元禄美人。これじゃないですよ。うん、お酒と醤油ちょっとやと。醤油、だしつゆらが美味しいのかね。美味しい美味しい。いや、あの、だしつゆ食べかもわからん。うん、醤油と聞いちゅうけど、だしつゆでもいいんじゃない。醤油もこれが美味しいよ、うん、この醤油。いいんじゃない、それで。だしつゆ。うん。あれに対して焼き、うん、あのご飯に対しての。まあ、入れづらそうな入れ方する。このくらいだ。このくらいやね、うん、ほんで多分わかめと混ぜて柔らかくして、はいはい、熱々のご飯に白ごまと一緒に混ぜて置いちょくんやって。はい、言うてくださいよ。これチンです。チンですチンです入りました。これ二度押しね。うん、これだってしばらくご飯と広がらんのね。それで柔らかくしとってからご飯と混ぜておいちょこなんて。あ、ほいたら広がるね、うん、はいはい、わかります。意味がわかる。どれどう、うん、これでもうちょっとタブトブにしたい。うん、さっき追加。使うからにしとかんか。うん。んでご飯混ぜといたらね、広がるわ。はい。これと、それから、これやろ、やろうと思います。そう、それ無理くりやないかね。しらす、硬いやん、絶対。このしらすは美味しい、本当に。これもすぐ溶けるき。うん。これでほら、うん、もう溶け中きんやから。これ先食べないか。うん、でそれちょうどいいわ。おでんもあるろ。おでんのタレちょっとこう。うんうん、タレ？ゆでだろ、タレ。あ、そうやね、あのタレが美味しい、ほんまに。びっくりしたの。もう一品できるけどね。うん、あの、なんていう、何その難しさの顔。すり大根で。うん、それはまたにしたらいいわ。ご飯が全然なるほど入れられる。うん、これものすごいええぞね、うん、おばあちゃんしょっちゅう使うよ。ほら、こういうの、はい、こういうことになりました、うん、あったでね、ごま。うん、ある、いりごま、なんでもある。はい、いりごま。そんなに入れる？これでいいと思う。うん、もう盛ろう。うん、盛ってもいいんじゃない。ちょっと置いちょっと他のことしてもいいけど、もうちょっと大きいのです。もう小さいし、うん、いっぱい食べてもらう。うん、いっぱい食べろ、今日はお腹減っちゅうし。よく食べてね。うん、 お茶は 2杯くらいは入ってる。いや、その2杯が多すぎやん。美味しそうな。うん、はい、これネギを、うん、ネギも上ちょっとこれよく滑るね。ね、綺麗な、
僕はこのクッキー置いとったね。シートとかよかったか。うん、まあ美味しそうできましたね。はい、これで。うん、出た。そうそう、上にチーズ乗ったらそうやって綺麗なわね。うん、そればよ。ここは汚い。これだ。なんか倒れたで、キッチンペーパー。おでんもいるか。あ、欲しいね、おでん。これではね。うん。ばあちゃんの特製だれ。おでんの。お砂糖入れた、確か。うん、よう入れよったね。ちょっと入れたんでたらね、うん、まろやかに。これみりんでといて食べやすいよね。うん、あ、それぐらいだけなんよ。おでんもぬくぬくはええ。いや、もうええね、これぐらいで。火入れちょったろ。入れちゃう。うん、熱い。うん、じゃあええよ。今はちょっと食べ、食べから。うん、まあ味がよう瞬中ね。おこんにゃくが2つと、うん、大根。うん、まあええ色。おお、すごい、ええ色。これたまりませんな。これ1品ずつね。うん、また嫌な冬が来た。まあ俺は冬好きやけどね、虫がおらん、涼しい、寒かったら気持ちがええもん。布団中おっても気持ちがええし、風呂入る時も私服やし。あの、今日もお布団も干してあげてね。まあありがとう。もうほかほか。うん、キュウリュウ板ずり、トマトも入れるけね。あ、そう、トマトらあったかね。まあでも本当にこれだけ量があるきね。それはもう一食だけでええわ、もう食べれんもん。うん、やけもう一食でちょうど。こんな大きなトマト、お弁当入れてれんきね。まあ綺麗なね。はい、ばあちゃんあるある。ちいこは食材と一緒に包丁を茹でるという。あ、熱いですね。行きました。行きました。おいしそうなの。うん、うん、どうぞどうぞ。ほら、見てこのご飯の量。あら、お茶おばさん、ちょっと、むくあれがない。あれって何？あら、いや、それじゃない。あんた、こう、かくれたらいかんの。ははちょっとくらい。これはもうここへ置く。いや、ここへ。うん、置いとくね。うん、いや、おか、置きとんない。はいはい、どうぞ食べてください。はい、じゃあその前にあの、お願いします。はい、今日のご飯、これわかめのしらす丼、うん、わかめ入りのしらす、はい、うん、ね、これ、グラタン、うん、おでんです。うん、サラダ、うん、はい、365日この子にはいります。いや、そんなことないけど。はい、豪華ご飯です。
。この教えていただいたわかめのしらす丼と、これ昨日作ったグラタンと、このおでんの煮詰まり方見てください。でばあちゃんのタレ、特製タレとチクキュー、わーすごい豪華すぎる。いただきます。ではまずこの気になってた、ありがとうございます。うん、そんなに言ってくれて。このわかめご飯、しらすご飯、これ食べてみようかね。どうでしょう、こんな感じ。うん、わかめも味がついとって、この何やの、この白ごまの風味はまたうまいわ。ネギちょっと入れたらどうなるろう。これね、ネギちょっと入れて、このご飯美味しい。めちゃめちゃうまいわこれ。さすがやね。これもあの料理の先生。まあこのわかめご飯の味がいいこと。大葉と一緒に食べたらどうでしょうね。はい、これでどうでしょう。しらすと大葉合うね、また。あ、確かにね、これネギ結構あってもいいかもしれん。お酒の味はせんけど、ほんとこのだしつゆで味がついちゅう、このわかめご飯の味わいがね、なんともいいね。うまく表現しづらいけど、このちょっとあのごまがあのインパクトになって美味しいわ。まことこれ何杯でも食べれる。うまい。誰でもちょっとできるものがええわね。で、このグラタン、どうでしょうね、グラタン。グラタンです。味わい濃厚で美味しい、これ。ああ、この、あったかい。冬場にホッとする感じ。で、このばあちゃんの特製ダレで、ちくわからいただきましょう。このピリ辛のタレがまた美味しいわ。で、この大根。ちょうどこの、入れたらこの箸を、この煮詰まり方やばいね。でかい大根今日も買ってこようと思ったけど、やめたらいるかどうかわからんから。もうちょっと、まあ美味しい。味付けがすごい、なんとも。この卵はどうでしょうね。卵のこの黒光りした感じ見て、これ黒光りやって、うん、めちゃめちゃ味が旬で美味しいわこれ。うん、こんにゃく、このね、ひきじばしの田舎こんにゃく、うまい。うん、柔らかい、味わいがね、すごい、いや、あの優しい感じ。ブルーベリー食べた、あの、うん、小さなのがもう美味しかった。もうそれぞれ美味しいね。そうそう、それぞれ美味しいわこれ、うん。ではいただいていきます。あの、うん、大根のあのすりおろしたのでも美味しい。ええかもしれんね。